ターゲットに強く押し込むインパクト、ターゲットに対してエネルギーを最大限に伝えるというためにどうしたらいいか、ターゲット方向ですね。でこういうイメージを持っていくとどうなっていくかというと、だんだんこう前に前に体がこう、引っ張られていくということですね。ですからこの股関節のずらしが必要になってきます。このように左の股関節を、後ろ側にどいてあげて、これで前に押し込むことができます。左の股関節をやや後ろに少しスライドしてずらす。そうすることで、まあ上半身は開かない。このように前に押し込んでしまう方が多いですね。割と後ろです。後ろに押し込むことでクラブヘッドが前に出るんですね。この左のお尻の使い方がなかなか難しいです。全部が前に行ってしまうと、後ろに行きクラブヘッドが前、この関係性を理解してください。まあ、腰の回転というふうに、ね、表現で、説明すると人もいますけれども、まあ、前傾の角度もキープしやすいですし、感覚としてはこのどいてあげるような感覚でクラブヘッドが前に出る。でこの関係ですね、そこを理解するとフォロースルーできっちりとターゲット方向に強く押せるというか、フォロースルーを、パワフルにですね、前に出ない前傾角度をキープした上でターゲットに押し込む。そうすることで飛距離が、最大限出すことができますので、この股関節の使い方、たくさん練習してみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして原田ゴルフメールマガジン、 YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろんバックナンバーのみでも購入可能、月4回配信しております。登録をお願いいたします。